はい、どうも、鳥さんです。はい、今日もですね、じゃあキャラクターの成り立ち、そちらの方をですね、見ていきたいと思います。はい、おなじみになりました。いつまでやるんでしょうね、これね。まあ、どんなキャラクターも、必ず、この鳥さんを通して、出てくるということですね。こちらも皆さんさすがに覚えましたね。もうこのくだりいらないんじゃないかと思ってる人もいると思うんですけど、大事なんです。私から出てくる感情、言葉なんですよ。はい、ということで今回はそうですね、忍者忍者にしましょうね。あ、まあ犬かいこう似てね犬を連れた忍者です彼は基本的に、まあ、最初は主人公とキャラかぶりの主人公が割とガチャガチャし、少年時代はガチャガチャしている、トラブルメーカーみたいな割とうるさ型の主人公だったと思うんですけど、その主人公をライバル視している、キャラがかぶっている、主人公とキャラかぶり、の、うるさい、基本うるさい、うるさ型の、キャラクターでございます。まあここに彼を、さらに際立たせる部分でですね、まあまあこれはね、まあ基本ですね、うるさ型のね、暑さ、プラスなんとこれ結構肝ですから、結構肝ですからね、優しさ、実は優しさを持っているんですね、犬に対して。もう家族ですから、子供の頃から一緒に育ってきた相棒ですね、ここに対する優しさ、思いっていうのは非常に強いです、だからそれまではてめえこの野郎みたいなことを言ってましてもだよなあ、で、まあ、一緒に戦いますから行くぜっつってね、まあ、そういった感じでこの相棒とのこの絆の深さみたいなね、そういった部分が非常に、特に子供時代、少年時代がですね、立ってるキャラクターなんじゃないかなと。で、まあ当然、こういうタイプですから、ギャグな面も持ってたりします。まあね、その最初に主人公と戦った時には、もう負け方がもうギャグでしたからね、おならで負けるっていうね。そうなんです、犬と一緒に戦う、犬みたいになれる、鼻がいい、おならで負けます、しょうがないですね。だからそれだけで終わってしまったら非常にこのキャラクターも、なんていうんですか、まさに犬を連れてるからかませ犬みたいになっちゃうんですけど、まあそっから、いろんな戦いを一緒にしていくことを経てですね、非常にいい仲間になってきます。で、まあ彼も大人になると、若干、クールな面が出てきますね。まあクールって言っていいのかな、まあその大人の余裕といいますか、その落ち着いた、昔のガチャガチャしていた部分じゃない、落ち着いた面が、出てくることによって、この彼の成長みたいなものが非常にわかる、作りになってるんじゃないかなと思います。まあね、意外とだから単純なキャラクターなんですよ。そういう意味では性格的にはまっすぐですしね、なんで書いた要素がすごい少ないなとは思うんですけども、実はこれですごく成り立つんですね。で、まあプラスもし入れるとしたらですね、これ大事な人間味ってやつなんですけど、若干の、特にこの少年時代ですね、若干の出ました小物感、ここを、これでもね、若干です。これ全面に押し出すとキャラが変わってしまうんですけども、この若干だけね、若干だけ加味することによって、非常に魅力的な、喜怒哀楽の激しい、キャラクターになると。まあこれね、すごいマイナスみたいに思えるかもしれないですけど、実は非常に大事なんですね、この小物感みたいなものは。これがあることによって本当に人間、要はどんな人間も完璧な人ってやっぱいないわけですよ。
だからそういうのがある意味視聴者目線に近くなるといいますか、そういったものが、この言葉にですね、入っていると思ってください。決してマイナスな要素ではないです。キャラクターが輝くための要素です。はい、そしてまあこういった、キャラクターは実は結構私やらせていただいておりまして、まあ例えば、そうですね、まあゲームですね、でまあ劇場版のアニメとかにもなったんですけど、あーってやるとモーンって出る人があるんですよ。そういう作品が、で僕はその作品は実は2と3に出てるんですけども、まあ、特にこの3の方ですね、3の方の主人公の、まあ一番近い友達みたいな、こういう野球帽をかぶってるでちょっとひげ生やしてるやつがいるんですけど、まあ、彼もまあそうですね、これですね、これですね、この人、まあ、武器は大体野球のバットなんですけどね、まあ、途中で刀にもなったりします。まあ、彼もですね、まあ、そういう意味では属性が一緒でございます。で彼も、まあ、主人公とキャラは被ってないんでね、ここはなくなるんですけども、まあ、うるさ型ギャグメーカー、まあ、その上で熱さで優しさ、ここあります。クールはないです。小物感は若干ではなく、大です、ね。まあ、ただ彼もただのうるさいキャラクターではないんです。この大事です、彼の人間味というのはこの優しさの部分で、これが、途中で知り合う、女の子が出てきます。まあ、後に、彼女みたいになるんですけど、まあ、彼女なるっていうかね、なったっていうかね、まあこのまあいいや、女の子、ね、この子と出会うことによって彼の魅力が、非常に出てきます。彼のそれまでは主人公にずっと嫉妬をしたりするんで、ね、主人公が割とカリスマを持ってたりして何でもできてしまうんで、だから俺なんてみたいな感じになったりとか、突っ走ってわーってなったりとかいろいろあるんですけど、まあ、彼がこの女の子とね、絵をずっと描いてる女の子なんですけど、と出会うことによってこの彼の優しさ、そしてそれがさらに、追加でここから発展して彼女との出来事を境にですね、なんと彼これを手に入れます。まあここにはですね、本当に悲しいストーリーがあったりもするんですけども、それまで本当になんて言うんですかね、その市民代表みたいな、それこそ小市民代表ぐらいの、ある意味プレイヤーキャラクターが主人公で完璧なやつがいるんですけども、ある意味一般人の我々の目線からすると多分彼の目線ってのが一番正しいというか、分かりやすくて一般の方気持ちも分かるやつなんですけど、彼がそんな出会いからこのすごい強さ、これに優しさと強さ、これをね合わせ持つことによって彼が嫌な人じゃなくて、ただのお調子者ではなくてですね、非常に魅力的な人間臭いいいキャラクターになるんですね。これやってて楽しいです、このキャラクターもね。はい、そしてまた若干キャラクター似てるキャラクターいます。うまく描けない、拳銃を使う人がいます。あ、もう描けば描くほどわかんない、ダメだ。こっちの彼もある意味うーんって言ったらドーンって出るんですけど、まあ、彼は、こういう銃を使ってですね、あれリボルバーか、こんな感じかな、銃を使って敵と戦う、まあ、銃から出たやつが、1,2,3,5,6,7 と、この6発の弾、まあ、ある意味6人、これを駆使してね戦う、ある意味主人公の相棒みたいなキャラクターがいるんですけど、彼もまた基本的にはうるさ型のギャグメーカーであり、
ムードメーカーね、この辺もねみんなキャラクターとしては似てるんですけども、まあ彼も、基本はここの部分なんですが、彼はギャングです。なので基本的にここで今消しちゃいましたけど、持ち合わせてるものとしてはですね、このクールさ、こちら復活しますね、そして、肝の座り方という意味では、心の強さを持っています。彼はやっぱりその追い詰められた時の腹の座り方が半端ないと、そういう意味ではこの強さ、こういった部分も、他のキャラクターと同様に、持ち合わせております。でさらにこの小物感ですね、こちらも非常に彼の、魅力を表している、部分じゃないかなと思う。まあこう彼の場合は、小物感というか、なんていうんですかね、この感情が忙しいのでより人間味ですか、より人間味がですね強くなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、でこれだけ忙しいキャラクターではあるんですけども、なんでこの他のキャラクターとも似てるんですけど、彼の場合はどこを立てるのか、どこを立てると他のキャラクターと変わってくるのか、ここなんですね。この平時と戦闘中とのこの差ですか。もちろんこの暑さもあるんですけども、いざという時の決める時のこのクールさ、このかっこよさ、ここを立ててあげることによって、こちらの123567までの、まあ、この人たちはまた別の声なんですけど、まあ私ですけどね、このクールさみたいなものを大きく表すことによって、この強さっていうものが出てくるキャラクターなんじゃないかななんて思いますね。まあということで今回は一気に、ね、3キャラクターねちょっと紹介しましたけども、まあ、こういった面を見ていただくと、またそれぞれみたいな、はい、全部一緒じゃねえかってもしね思った方がいてもですね、この辺を意識して見ていただくと、それぞれのキャラクターの魅力がわかるんじゃないかななんて思いますよ。ということでこの辺で今日はおしまいにしましょう。ではまたねー。